さあ本日やってきているのはここ東京都の拝島駅。ほらたくさんの八高線が停車をしていて、今日は平日の夜ということで、もうこれ退勤ラッシュですよ。たくさんのお客さんが下り列車に乗っていますけれども、今回はこの八高線の路線にまあどう考えても場違いすぎる、いるはずのない列車が平然と運転されているみたいなので、その列車に乗車をしていきたいと思います。さあまずは拝島から八高線に乗って駒川川越方面に向かいたいと思います。拝島からは五日市線、青梅線、そしてこの八高線が放射状に北へと分岐をしていて、結構たくさんの電車を見ることができるんですね。そして向こうには西武線も停車中。しかもここすぐ米軍の基地、横田基地がある関係で、空を見ると結構ね飛行機が至るところで飛んでいたり、あとは鶴見線の方から米軍基地に燃料を輸送する国際貨物列車っていうね、そういう列車も運転されていますんで、結構面白い区間だったりしますが、この駅で下車をします。降り立ったのは箱根ヶ崎駅。皆さんが想像する箱根とはまた別の箱根ですが、この駅からとんでもなく面白い興味深い列車が運転されているみたい。40代男性寝起きの声みたいな独特な接近放送が流れて、八王子方面行きの列車がやってきました。八高線は全線でほとんど単線区間になっているので、こんな感じで列車交換を行う必要があります。そうでないと上り下りぶつかっちゃいますからね。八高線って聞くとついつい鉄道オタクの我々は駒川から高崎のディーゼルカーが走っている区間をパッと思い浮かべちゃいますが、この駒川から南側はもう全然その路線の性格が違いますよね。駒川を境に南が電化、北が非電化なので、まあ絶対に分かち合うことができない、織姫と彦星のようなちょっぴりロマンチックな路線。以前までは八王子から高崎の方まで1本で運転されていたみたいなんですが、直通列車はもうほとんどというかもう完全に定期列車ではなくなってしまってますね。にしても毎回思うのがこの八高線のラインカラー、これグレーが採用されているんですけれども、なんかパッと見まだカラーが採用されていない仮の路線みたいな感じですけれども、れっきとしたグレーはねちゃんと八高線のカラーですからね。さあそして箱根ヶ崎駅、僕初めて降りたんですけど、もうこの時間帯は完全に無人ですね。この時刻表を見ていただくと、その今回乗車している列車が乗っているわけなんですが、この何も書いてないやつが八王子行きで、この八王子行きがほとんどの中、夜中に3発ぐらいこれ拝む拝む拝むと、一体何を拝めばいいのかと。これは拝島行きの列車、時刻表を見ていただくと2番線が川越方面行きに対して1番線が八王子、まあ、つまりは1番線上り2番線下りなんですが、一つだけ赤文字で表記されているこれ19時23分発の拝島行きは、これ下りホームなのにもかかわらず上り列車が出発をしていくみたいなんです。これで見てみると分かりやすいですよ。1番線が八王子方面上り、2番線が駒川川越下りになっているんですが、これ、ね、1番線が八王子方面だから2番線は川越行きとか来るはずなんですが、なぜか上りの拝島行きが2番線にぶち込まれているわけですよね。いや一体どういうことこれ、八高線単線なのにこれ2番線から上り列車なんか運行したら、もうこんなの衝突不可避ですからね、とんでもなく危なくなってしまいますが、そしてこれ箱根ヶ崎の線路の横、線路1本分の用地が確保されていますが、これ昔八高線で貨物の取り扱いがあった時の線路用地なんでしょうね。さあそろそろお目当ての列車がやってきます。あれ八高線の電車って確か黄緑とオレンジのラインなはずなんですか、正面の電車はちょっとまだ暗いけど見る限りオレンジのラインにしか見えない。ああ中央線の E233系がやってきました。八高線の中にこの似合わないオレンジ一色の車体、しかもこれ八王子方面からやってきて、どうやらこの駅で一旦折り返すみたいなんです。今側面の行き先表示がこれ箱根ヶ崎行きになっていましたけれども、この行き先も相当珍しいですよね。お、そして今側面の表示が移り変わって、この列車は拝島行きに。
いやにしてもこれ八高線単線線路1本しかないのにもかかわらず2番線の下りホームを塞いで拝島行きの列車がここに場所を陣取ってしまいましたけど、この列車がどかないとまあ永遠に下り列車が入ってこれないということになってしまうんでね、早く出発しないとこれ大丈夫？そして車内をご覧いただきますと、うわ座席もこれいつも乗る中央線の車内と変わらない。そしてやっぱり拝島までしか行かないということもあって、もう車内はガラガラなんですね。うわ短っ、何これ。終点の拝島までは2駅たった7分で終点に到着。これ19時23分発の拝島行きなわけなんですが、まあ、八王子方面に行く方はこの列車の11分後の34分の列車を使うんで、まあ、拝島まで出てそこから五日市線とか立川方面青梅線に乗り換えるんだったら、まあこの列車はいいかもしれないけど、八王子方面行く方は基本的には後続の後から発車する列車に乗るみたい。そしてこれ興味深いのがこれ10号車って書いてあるんですね。これもおかしな話で、駒川からこの八王子の八高線の南側の区間っていうのは基本的に4両編成での電車が運転されているということは、4両分しか基本的にホームがないはずなんですが、10両編成が入れるわけないんですね。そうこれ10号車から7号車表記の4両編成がやってきているっていうわけなんですね。中央線の車両には、まあ、基本中央線で運転している車両は10両編成なんですが、その中には4両編成と6両編成をくっつけて運転されているやつもあって、そのうちの4両短い列車でこの八高線内にやってきている分割された編成ということになっているわけなんです。さあ始発駅箱根ヶ崎駅をもうほぼガラガラの状態で出発、短いたった7分間の旅の始まり始まり。この電車は八高線拝島行きです。次は東福田です。This is the 八高 line train for 拝島。このどっからどう見ても中央線の車両で八高ライン八高線っていうこのアナウンスが流れるの、もう本当に違和感がありますよ。非日常を体感しております。でこれは結構思ったんですけれども、やっぱりこの列車ってちょっと八高線の中だと珍しいんで、あの録音なんか車内放送をこう録音されてる方だったりとか、僕の他にもちょっとカメラを向けて、あこの列車珍しいよねっつってこう撮影している方、まあ、鉄道マニアの方結構ねいるような、そんな印象でしたね。そして奥の方を見ていただくと、多分横田基地の方滑走路なんかがあるんでしょうかね。なんかよく飛行機とかで旅行行くときに羽田空港とか成田空港夜のシーンでなんか滑走路に明かりを灯すあの青色のライトがねこうポンポンポンと滑走路に沿って灯されていると思うんですけれど、ああいうのがね横にあるんですよ。個人的には夜の空港の滑走路とかもなんかこれからどこかに行くんだとこう旅情をかきたてられるような気がしてね、とっても好きですけどね。さあ一つ目の停車駅東福生駅、これ乗車位置のやつ見ていただいても7号車から10号車表記の4両編成で運転されているわけなんですね。このラッシュの時間帯はあの本数の少ない八高線といえどやっぱり下り列車の本数は多くなりますんで、この途中駅で列車交換が行われます。このシーンね外から見たかった。この八高線の車両と中央線の車両がこの単線の中で並ぶシーンっていうのをこう外からね写真撮りたかったんですけど、さすがにこの数十秒間の停車で外に出て写真なんか撮ったらもう外役鉄ですからね、そんなことはできませんから、そのまま出発。まあ、ここまで説明をしてきましたけれども、ではなんでこの区間だけ4両編成のこのオレンジ色の電車が乗り入れているのか、これこの秘密は実はこの列車になる前の運用にその秘密が隠されているわけなんです。これ実は先ほどこの列車が箱根ヶ崎に到着した時、行き先は箱根ヶ崎行き、つまりはその当駅止まりになっていたと思うんですけど、この列車実は東京駅始発箱根ヶ崎行きとして東京駅を10両で出発してきて、で立川から青梅線に入って、で拝島で6両五日市線で4両八高線方面に分岐をして、それぞれ武蔵五日市行き、そしてこちらの列車は箱根ヶ崎行きとなって箱根ヶ崎まで来ていたもの
なので10両分割されて箱根ヶ崎まで来て、でそれの、まあ、回送を兼ねたような運用でこっちの方、拝島の方に戻されると、そういったちょっと特殊な運行形態になっているわけなんです。拝島駅に到着をして、短いたった7分間の旅が終了。東京から長い間お疲れ様でした。今度はちゃんと正真正銘の回送列車になって回送されていくみたいです。ゆっくり車両基地でお休みください。もうこの拝島駅周辺を見ると、向こうの八高線も電気が消されていて、あの線路の上で一夜を過ごすみたいですね。ところでこの回送列車が到着したのも、これ青梅線の立川新宿方面行きのホームです。もちろん青梅線に関してもこの列車そこそこの本数が運転されているわけなんで、早くどかないと後ろの列車来ちゃいますよ。にしてもこれ注目すべきなのが、青梅線とかってだいたい今10両とかで運転されているわけなんですけれども、これものすごくホームの端っこを余して停車をしています。まあ4両編成なので当然ですよね。10両編成の停車位置で比べると相当中央寄りにちょこんと停車しているのがよくわかります。お隣のやってきた10両編成と比べてもその差は歴然としていますね。ここからは推測にはなっちゃうんですけど、この回送列車はこの拝島駅のすぐ近くにある、若干南側の方にある車両基地の方に入っていって、で一夜を過ごすと。でさっきの折り返しの2駅の短い運用は、まあ、この時間帯八高線の列車を補完するような形で、ラッシュの時間帯ちょっと増発をするような形で運転をされている。まあどうせこっちに引き返すんだったら拝島行きという列車で運転してお客さんを運んだ方がより効率的じゃないかと、そういう意図が込められているんじゃないかなと思いましたね。それでこれ結構タイムリーなのが、だと2022年の3月のダイヤ改正で、東京出発して箱根ヶ崎とそれから武蔵五日市の方に乗り入れる列車っていうのはどうやらね廃止されてしまうみたいなんですよ。まあ、この列車には直接関係はないにしろ、まあ、ただその箱根ヶ崎行きの列車がなくなるってことは、車両もこの中央線の車両じゃなくなるっていうことかもしれないので、もしかしたらこの4両の中央線による八高線の運転というのもそろそろ見納めなのかもしれません。でこの奥に停車をしているのがおそらくさっき改装された4両編成の車両。というわけで本日もありがとうございました。